はい、こんにちは。ご当地商品紹介 TV のお時間がやってまいりました。レポーターの一郎です。本日は第62回目の放送になります。今日紹介するご当地はこちらです。はい、雪国のお米かりんとコーヒー味ノンフライ新潟県産もち米 100% 使用です。どうですかこれ。もう新潟県って言っちゃってますけど、新潟県産のもち米をまず使ってるお米かりんとコーヒー味ってとこがこれポイントですからね。うん、なんか絵がここ書いてありますけど、雪んこみたいなコーヒー味をあえて買ってみました。はい、後ろを見ると、はい、まあ、ネタバレするともう伊勢丹のね、新潟県と長野県の物産展で購入しました。で、これ値段はね、一袋250円。うん、しました。で、このコーヒー味の他に普通のね、お味ももちろんあったんですけど、3種類ぐらいあったかな。あえてこちらにしました。この商品は新潟県産の黄金餅を主体としたもち米を使い、高温で焼き上げたおかきを油で揚げずに少しのサラダ油で、サラダ油で味付けしました。コーヒーの風味ともち米の食感がとてもマッチしております。マッチ。いいですね。だいたいコーヒーの風味ともち米の食感がマッチするってどういう感じなんでしょう。うん。40g。雪国あられ株式会社なんてあるんだね。どこなんだ。新潟市中央区上大見。うん、まあちょっとすごいね。どん、コーヒー味、まあさっきの書いてあるようにもち米の食感がとてもマッチだから、じゃあこれちょっと食べてみましょう。気になるね。こんな感じになってます、中。おー。あ、結構、なんだろう。こんなになって、あ、ちょっと、ザラザラしてる。砂糖かな？ね、いただきたいと思います。柔らかい。甘い。うん。コーヒー。ね、矢継ぎ早に言いましたけど、まずね、お米なんで、なんかね、普通のおかき感覚で食べたら、サクッとしてんすよ。うん。ふ菓子の中みたいに柔らかいんです。外はしっかりしてるんですけど。で、かつ、本当にこれ、コーヒー。で、コーヒー粉末がかかってんですね。だから中じゃない、外がね甘い。で、中はしっかりもち米。うん。ただ味がね、外のコーヒー粉末が強くて、完全にコーヒー味です、これ。で、一言で言うと、甘いね。これは、甘いのが好きな人、もしくは、コーヒー飲みながら、ブラックを飲みながら食べるのがいいんじゃないでしょうか。うん。おせんべいって思いきや、おかきと思いきや、かりん、まあ、そう、かりんとうだ。まあ、そもそもかりんとうですから、かりんとうはやっぱ甘いもんですよね。うん。これかりんとうとしてはすごい成り立ってる。うん。で、コーヒー味のかりんとう。コーヒー好きには、うん、僕は歯弱いんですけど、柔らかくて、かりんとうって結構硬いの多いじゃないですか。柔らかくて美味しい。あ、これはね、で、一個がまあいい感じのサイズ。うん、細長いかりんとうとはちょっと違うんですけど、なんか岩みたいですね。これ、あ、これ美味しいですよ。うん、ちょっとね、甘いのが得意じゃない人にとってはちょっと甘いかなって感じしちゃいますけど、コーヒー味っていうところが、ま、なんか何これっていう感じでちょっとワクワクします、食べてて。
新潟県産のもち米 100% 使ってるっていうところもね、ノンフライ、この安心感いいんじゃないかなと思いました。はい、皆さん、お米かりんとうを見ていただいたらチャンネル登録と高評価お願いします。というわけで、次回のね、ご当地商品紹介まで、さよならー。